皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。どうも新彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近コメント欄読んでる？もちろん全部読んでるよ。あ、本当に？うん。じゃあ最近のコメントで印象に残ってるのはあるかな？可愛いでしょ、綺麗でしょ、ビューティフルでしょ。いや止まんないなキュート。いやそっちじゃなくてじゃなくてみんながね、うん、せっかく実験をしたいっていうのに、うん、なかなか道具が揃わなくて実験ができないってのがあるんだよ。 あったね。そうだね。そう、今日はそんなあなたのために100円ショップの材料だけで揃えられる実験を考えてきました。さすが先生。そうだから今日は実際に100円ショップに行って一緒に買いに行こうか。なるほど、行きましょうね。行きましょう。はい、それではレッツゴー。今から材料を買ってきます。やんちゃだな買ってきました。はい、お帰りなさい。ただいま。ということで先生、はい、いろいろ買ってましたけど。そうね。どんなものを買ったんですか？まず最初にこの UV カラーレジン液っていうものと、このクラフト用の型があるので、それとシールとか、あとネイルで使うラメとか飾りを買ってきました。あとこのストラップを使うのでこれを買いました。全部100円ショップで揃ったということで。そうです。これなら手軽に入りそうですね。 ね。じゃあこれで準備万端ということですね。バッチリじゃない？これでもう内国にもね、色とかデザインとか選んでもらったから、はい、すごくオリジナルなねものができると思います。一緒に作ってみようか。じゃあそしたらね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ一緒に作ってみましょう。それではレッツサイエンス。それではアナヒコくん、はい、一緒に作っていきましょう。楽しみです。始めましょう。始めましょう。はい、まずこの型に好きなシールを貼ります。シールを貼る。シールを貼る。どうしようかな、何貼ろうかな。こういうのはセンスが出ますからね。あー、もうやだな、もうそうね、好きなように。でも楽しいね、こう自分のオリジナルなデザインを作れるからすごい楽しい急にテンションねもうなんか本格的になってきたでしょ、ね、はい、あっという間に。綺麗だね、やっぱりラメは。うん、ね、どうですか先生。あ、いいんじゃない。いい感じですか？いい感じです。おお、可愛くなった。ただこれ見せると動いてしまう。違うデザインを作っていきます。わかりました。はい、今度は今度はこのシールを使って、ちょっとね、ハートマーク。これ先生が選んだやつだね。そうね、そう、これ私が選びました。はい、で、あー、もうこれ可愛い可愛いこのシール可愛いな。先生まだ完成してないけどすごい、このハートキラキラしてるからね。最初からね。最初から。いやもう最近の100均のクオリティはすごいですからね。いやすごいよね、はい、私のやる実験も本当100円ショップで揃えることが本当多いので。これ見てるみんなもやりやすい、うん、ってことね。そうね、工作教室でこうやったんだけど、やっぱりね、こう自分の好きな絵柄にできるっていうのはすごくやっぱ楽しいみたいで。なるほどですよね。そうそう、よし、いいんじゃないかな。 OK、 デザインは完成で。完成で。はい、続いてこのレジンを型に流していきます。これもいろんな色があるので好きな色を流してください。デザインがね、崩れないように。これ流していくときに注意点か何かはあるんですか？これね、泡がちょっと入るときがあるので、そういうのは潰しながら入れてください。 あ、緑綺麗だよ。本当に？うん、ちょっと楽しみだなあ、かわいいよ緑よし、溢れないように、あの型のギリギリのところまで入れてください。溢れないように入れると、うん、はい、じゃあ2個目。2個目、続いては透明のレジンを型に流していきます。まあ、透明はやっぱでも見やすいね、デザインが。なるほど、周りが入ると、うん、結構泡ができるのでそれを潰しながら入れてね。よし、こちらも型から溢れないようにギリギリまで入れました。続いてこれを太陽光に当てます。が、今日は
太陽が出てないので、せっかくだったらね、太陽が出てる日にやりたいので、お姉さんが後日やることにします。お願いします。はい、いや先生、はい、やっぱこういうのはオリジナルだしセンスが出るね。ねえ、そうだよね、うん、デザインも自分でできるしね、選ぶとこから自分でもできるからね。すごい楽しいよね。楽しいよね。また100均ってことで手頃にね、手に入るし。そうなの、今本当に揃ってるから、もう自分でね作ることができるよね。なるほど。じゃあこれにストラップもつけてということで、うん、先生これはどういうところにつけるのかな。例えばでもバッグとか、うん、あとはそうだね、バッグとかバッグとか、まあ定まってないね。そうだね、ちょっとしたワンポイントでね。そうそうそう、あとはこうお母さんとかお父さんにプレゼントするようにまた作ってもいいかもしれない、はい、これ本当手軽に作ることができるので、はい、皆さんもねお家でぜひやってみてください。はい、はい、それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。